シアーズレター、皆さんこんにちは、三上千佐子です。先日このブログで今月いっぱいで、ブログをやめますっていうことを皆さんにお知らせして、そして今日同じブログでこれからは映像で自分の思ってることだったりを伝えていきたいと思いますっていうことを皆さんに発表したんですけども、記念すべき第1回目ということで、今日はなんで映像で、自分の思ってることなんかを伝えていこうかなって思ったことを、まあその理由をちょっと皆さんにお話ししたいと思います。まあなんか自分にはね、すごいいろんなコンプレックスがあるんですけど、その一つに喋れないっていうのがすごいあって、昔フラフワっていうバンドを組んでたんですけども、その時も、まあ、ちさ子は MC 下手だから喋んなくていいって言われてて、ずっと無言でライブをして、まあそれを良しとしてる自分がいたんですね。こう苦手なことに蓋をしてずっと生きてきたんですけど、最近思ったのが、まあいろんなものを見て、まあ、経験して思ったのが、自分の楽なこと得意なことだけをやってで行くっていうのもそれは一つありなんだけど、なんか自分が苦手だっていうことにもあえてこう目を背けずにそれをやっていくことで、こう新しい何かがこう見えてくるんじゃないかなと思ったんです。なんかもっと根本的に大きく、まあ、根本は変わらないかもしれないけど、もっともっとこう変わりたいと思ったんですね。もっと自分の歌をたくさんの人に聞いてほしいと思ったし、そしたらやっぱりこう自分が変わらなきゃ何も変わんないなって思ったんですね。なので、自分は苦手だからとか自分にはできないからってこう今まで決めつけてた自分を一回壊そうと思ったのね。で、まあ映像っていう自分の言葉でこう話して伝えるっていう日記のようなものをやってみようと思いました。なんかそれがね、こうまあなんか三上さんも頑張ってるから自分も頑張ろうっていうふうに、なんかこう誰かの勇気になれたらいいなっても思ったしね。なんか何よりこう新しいことにチャレンジするっていうの楽しいからね、こう自分が楽しいからいろいろやってみようと思います。まああとせっかく YouTubeやろうと思ってるんで、いろいろね、こう、そうだね、なんかいろんな情報とかも YouTube 一本でこう絞ってやっていきたいなって思うので、ライブのお知らせなんかもね、こちらでやっていきたいと思うので、皆さんチェックしてください。まあなんかでもいろいろ考えたけど、結構映像で伝えようかなって思ってることは、こう日常のことだったり、普段作ってる朝ごはんとか、例えばね、今日はここ行きますとか、そういう日常のこともいろいろ自分で投稿しようかなって思ってるので、結構今までより身近に、なんかこう身近に感じてもらえるんじゃないかなと思ってるので、皆さん楽しみにしていてください。あとね、新しく今日とかね、これから新しくこうチャンネル見るよっていう人にも楽しんでもらえるようなコンテンツを、まあいろいろ考えているので、そちらも楽しみにしていてください。なんかね、文章だとねかっこつけちゃうしね、なんか映像の方がこういろいろこういうとこで撮ってるよっていうことが分かったりとか、なんかそういうのもあるんでいいかなって思ってます。ということでまだ緊張してるけど、これから頑張っていきたいと思うので、皆さん、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。三上千佐子でした。バイバイ。なんかね、ちょっとこれね、チアーズレターっていう名前にしたんだけど、ちょっと最後にね、決めポーズをなんかやろうかなって思って、何がいいかな、なんか C、チアーズとちさ子の C だから、なんか C、こういうやつ、こういうやつとか、何がいいかな、こう、C、これ埼玉だよね、これ。